どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はインターン生の3名の方に来ていただいたんですけど、前回のインターン生4人だけの動画で、少なくとも今の3人は、今内定した先に行くと思って、ダイアリーには入社しないっていうことに今暫定的になってるんですけど、そこでなんで、入社しないっていう風になったのかっていうところを聞いて、で、改善できるところは改善したいなっていう風に思ってるので、ちょっと、話したいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ゆかちゃんは半年弱ぐらい。もう8ヶ月とかです。おお、なんだかんだ長いね。はい。きいちゃんも去年？私去年の今頃初めて撮影しました。おお。ほしくんは？僕クリスマスぐらいなんで。じゃあもうちょっとで1年か。そうです。でも1年より長い感じはするね。気持ちは23年ぐらい。確かにね、生まれてから共にしてる感あります。いや、ほんとそうだね。でもなんだかんださ、1年間就活中の時から入ったと思うんだけど、みんなね、いいとこ受かってよかったとは思いますけどね、個人的にね。私もダイアリーのお仕事とちょっと似てる感じのお仕事がしたいなって思って、ダイアリーきっかけでそれの志望動機めっちゃ自信満々に言えたので、本当にしゅんさんのおかげで。いやいやいや、でもね、全然違う。そう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 、全然違くない。いや、本当にしゅんさんのおかげで思ってます。本当にダイアリーありがとう。僕の就職先に関しては、はい、しゅんさんに割と受けてるんですよね。しゅんさんのポって言ったんですよ。じゃあ、星くん、どこどこ向いてそうだから受けてみればって言って、あ、全然選択肢なかったけど受けてみるかと思って受けて、行く気なかったんですけど、面接通してちょっと行きたくなっちゃった。すごいね。全く覚えてないけど、全く覚えてないけど、わかんないけど。3月ぐらいです。でも、いそうだよね、なんか。うん。すごいやって。確かに、嬉しい。うん。キーちゃんもね、なんか、次ダイヤに入らなかったとしてもめっちゃ頑張ってたしね。コツコツね。キーちゃんでも怖かっただから、僕はすごい。なんで？僕なんかそのインターンをガチでやってる人って、うん、何なんだろうってそう思ってて、うん、あんま面白くないって思ってた。あ、インターンもっとインターンずっと就活の前のその短期インターンをずっとイエス出してやる人いるじゃない。あ、すごいって。うん、面白いなと思うので、お金もらえないじゃん。うん、でその時間をすごい使って遊べなくなるから、すごいって思ってました。前回の動画で、そう、入社しないっていうコメントを見て、そう、知ってはいたけど、ショックだったっていうのもあって、その、理由はどこの部分なのかなっていうところで、改善できるところは改善したいなっていうところで、思ってます。普通に、まず1個、将来性ですね。うん。やっぱ、結局、大きい企業入った方が、うん、安倍感はありますね。はいはいはい。私が一番大きいのは、なんか詳細として、YouTube まず見ないんですよ。YouTube 見ないってよく言ってるじゃないですか。なんか YouTube とかメディア系に全然興味がなくて。すごい、僕1年間頑張ってきたね。本当ですよ。それこそ今まで働いてきて、そのバラマツさんとかオスとかこだわり持ってるものに対して私がモテなかったりとか、結構そこが大きくて、なんか自分の好きな商材を使いたいなっていうのは結構ありますね。まあ得意不得意というかね、キーちゃんの得意なところで、ね、今それこそ合格者面接の部分とか、そうですね、かゆいところにね、手が届くっていうのはキーちゃんの良さだからね。ありがとうございます。だから商材がね、好きになってもらえるように頑張りますよ。なんか私は、そもそもこの間に行きたいところがあるっていうのが1点と、うん、自分がそのダイアリーじゃなくてベンチャー企業、スタートアップっていう見た時に合ってないなと思ってて、うん、うん、スタートアップはもう本当に本気でずっと継続して走り続けられる、仕事に向き合える人が向いてると思ってて、私はやっぱワークライフバランスだったり趣味だったり、うん、遊びとかも、うん、優先したくなる時期が来ると思うから、うん、長期的に働くって見た時に大手かなと思って決断しました。うん、でもそれはいいと思う、やっぱ。いいと思う。だから半年前ぐらいまでは世の中の学生および同世代の人で全員スタートアップ行った方が幸せになるんじゃないかって本気で思ってたんだけど、人によるって思い出した最近、なんか尖りがなくなってる気もしてる。それによってね、つまり納得感が一番大事だから、その会うところに行くのがいいのかなともめっちゃ思ってるわ、同時にね。ああ、じゃあ解決ですか？もうちょい取ってくれ。もうちょい取ってくれ。他ありますか？
か、なんかどこが悪いとかじゃないんですよね。うん、ないよね。ないし、あるとしたらそれは旬悩みがあるわけじゃなくて、スタートアップっていうもの自体がちょっと難しいっていうラインだよね。うんうん、あとは、うん、普通にモテなさそう、スタートアップ。もうやっぱ若い20代でちょっとモテたいなっていうのもやっぱあるんですよ。そうね。でも星くんのポテンシャルは普通の人だったらそれでいいと思うんだけど、星くんはポテンシャルもっとある気がするけどね。それマジで嬉しいです。うん、だちっちゃくまとまらないでほしいなとは思うけど、なんかある程度いいとこ行って結構モテるとかは絶対できると思うけど、他者のベクトルだからね、それもね。ああ。でも一旦それをやるっていうのは全然いいと思うんだよね、個人的に。結論いいと思うんだけどね。いいと思うんだけど、でもモテたらモテるのか、やっぱ。どう、逆の立場だとどうでもいいっちゃ、まあ、どうでもいいけどね。安心感はありますよね。でもそうだよ、例えば結婚するってなった時、うん、多分スタートアップってやるよりは有名な企業の方が本人も安心するし、うん、親とかも多分安心するっていう。あ、そうだね。あとそれを上回る熱量とかやりたいっていう気持ちが出てきた時にやった方がいいし、なんか、うん、あー確かに確かに、しそうなると思うけどね、どっかのタイミングでね。僕はなる気しますよ。そうだよね、なんかどっちかとそっちだなって思ってます。うん、うん、あ、じゃあ逆にここが良かったとかってありますか。全員多分共通してるのは、うん、人がいい。あー、人めっちゃいいですね。人がいい。本当にいい。人のストレス、俺マジゼロなんですよね、瞬間になってから。毎朝なんか何も考えずにストレスフリーで、ね、起きてストレスフリーのまま寝るみたいな感じなんで、会う人に会うっていうね、全員に会うわけじゃないかもしれないですけど、根底優しい心があったりとか思いやりがあるっていうのは大事ですね。なんかみんな向上心あって、うん、ちゃんと他人思いっていうのがすごいなって思って、うんうん、人のせいとか本当にないよね。うんうん、それめっちゃ楽、ね、めっちゃ楽、ね。ないって結構珍しくない、ね、こんだけ集団が集まってて。バラマツさんがたまに、あ、楽しいって言ってでも、はい、好きじゃないっていじれるぐらい、うん、自責ですよね、マジで。確かにね、自責すぎてキャパオーバーになってた。よくないですよ、でもそういう人しか入ってこなさそうですよね。うん、そうだね、でもそういう人が仲間にどんどんなったら、規模感大きくなってもね、うん、そういうのを崩さずにいきたいなと思います。うん、ということで、なんかお別れみたいになってますけど、今後もね、あの付き合っていくと思うのと、先輩としてこれからもたまに出たりとかしていくと思うので、後輩も今最近何人か入ってきてね、みんなすごいいい子たちで頑張っててすごいなと思います、本当に。あの就活というチャンネルの特性上、やっぱ就活生は入れ替わるっていう構成だと思うんですけど、なんかその旬ダイリーが作りたい世界観とか、キャリアの選択肢を広げて、なんか自分もやってみようかなと思うような、あのきっかけとなるようなことを作るっていうのは一貫してやり続けたいなと思っているので、もし興味を持った方いたら応募いただいて仲間になっていただけたらなと思ってます。はい、ということで、また引き続きよろしくお願いします。お願いします。